皆さんこんにちは。タティス・ジュニアはですね、パドレスと14年で340ミリオンというね、非常に大きな契約を結んだということです。でこちらの契約はですね、トラウト、ベッツに次いで史上3番目のね契約ということで、まあね、それを考えても、まあ、まだ22歳なんですけどね、非常に大きな契約だなと思いますね。そしてまあ年にすると24ミリオンということで、まあ、まだですね、調停の権利とかをね、これから取るというようなね、まあ、感じで、FA は2025年に FA ということだったんですけども、まあ、全部その辺をひっくるめて14年契約ということでね、なんでまあ厳密に言うと、FA まであと4年ぐらいあるので、まあ、その辺の含めて残りあと10年ということなんですけど、今22歳なので、まあ、35、6のね年まで、パドレスと契約ということでなっておりましてね、まあ、そう考えると、まあね、36以降もやる可能性ありますけど、まあ、生涯パドレスになる可能性も、高いんじゃないかなということですよね。そしてまあ年24億ということなんですけども、まあ、トラウトとかですね、もうちょっとこう活躍していって、で最終的に長期契約、まあ、ベッツもそんな感じなんですけども、まあ、まだね、2、3年目の選手でそういう契約ということなんで、まあ、実際もうちょっと活躍してからね長期契約を結んだ方が、お金はね、おそらくもうちょっと高くもらえたと思いますね。まあ、ただこれから先分かんないっていうのと、まあ、それでもねこの大きな契約をしてくれるっていうのがね、まあ、あって、まあ、契約したのかなって思いますし、まあ、チームとしてもですね、もうあと4年してから契約するともっとお金をね払わなきゃいけなくなりますので、まあ、お互いにね、まあ、メリットのある契約なんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、それにしても22歳でこの契約ってすごいですよね。まあ、去年のね活躍で、スーパースターのね仲間入りには、仲間入りというかね、もうスーパースターにはなってきたなっていう感じのね、プレーとかね雰囲気とかありましたけども、まあこの大きな契約をもらったことでね、まあより一層そういう感じが出てくるのと、まあ、この契約をもらったからにはね、こう定期的にというか継続して活躍しなきゃいけないっていうのがね、まあ使命でもありますし、まあ、不良債権になったって言われないようにね活躍してもらいたいなと思います。そして本日からですね、エンゼルスキャンプインということで、大谷さんも、ね、キャンプに参加したということですけども、ヒーニーとねキャッチボールをして、まあ、40球ぐらい投げたということでね、その後ねバッティングで、まあ、打撃練習ということになったようですけども、状態はねすごくいいようで、前日の、ね、監督のインタビューで、すでにあの練習の段階で95マイルは出ているということで、まあね、それが本当ならばかなりいい状態ではあるのかなと思いますね。まあ、ただですね、本番とこう練習とまあね、違ってくるのでね、本番で力を入れて投げた時にまたどうなるかっていうのがね、あるので、まあ、今のところはね、いい状態だとは思うんですけども、練習試合、そしてまあ、オープン戦的な感じでね、段階を踏んでいって、まあ、シーズンの試合でね、投げて、その時のこう、力の入れ具合に耐えれるようなね、まあ、準備をね、していってもらいたいなと思いますね。でそれができなかったのでね、まあ、去年筋肉とかその辺を痛めてしまったと思うのでね、まあ、それが起こらないように、まあ、順調にね仕上げていってもらいたいなと思いますけども、まあ、ただ現状でね95マイル出てるっていうのはかなり期待できるんじゃないかなって思いますのでね、まあ、今年は無事に、1年回ってくれればね結構な勝ち数いくと思うのでね、頑張ってほしいのと、まあ、すごい期待はしてますよね。ということでね、期待して、まあ、キャンプが始まったのでね、まあ、開幕するまで待ちましょう。